はい、皆さん、こんにちは。駅のね、電光表示板ってありますよね。こちらですよ。これね、京急線のやつですけど、ハングルが出てきたり、中国語が出てきたり、英語が出てきたり、まあ、いろんな表示がね、ポン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 変わってね、すごいハイテクって感じですよね。LED 方式です。そして右の方はね、字がどん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 流れて、情報がたくさん流れてるんですよね。これがね、今ね、最新式の電光表示板で、まあ、最新式って言ってもね、大体ね、どこの鉄道会社もこんな感じのね、LED 方式の電光表示板をね、今使ってますよね。ところがね、昔ながらのレトロ感たっぷりのパタパタ式の表示板をね、使ってるところがね、まだあるんですよ。それをね、ちょっとね、今日はね、見ていきたいんですけどもね、その前にこちらはね、相鉄線のね、案内板ですよね。そして、こちらどこだ？小田急線ですね。こちら小田急線もこんな感じです。そして、みなとみらい線。はい、さらに、こちらも小田急線かな。いや、みんなね、これどこもね、LED 方式がね、今普通じゃないですか。ところでね、忘れちゃいけないのがね、これパタパタ表示板といえばね、1980年代のテレビ番組。TBS のザ・ベスト10っていうね、番組がありました。ほとんどのね、若い人は知らないんじゃないかな、これね。今週の第10位とかね、第9位って言ってね、その週に流行った歌をね、順番に流していくっていうね、このテレビ番組、すごい人気の番組だったんですよね。これがね、今週の第10位はっていう時にね、パタ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 って言ってね、松田聖子赤いスイートピーみたいにね、発表するね、数秒間、発表する前のね、数秒間の間ね、このパタ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 ね、これがね、表示板がね、動くわけですよ。この瞬間5秒ぐらいの間がね、ドッキドキなんですよね。今週の1位は何だろうみたいな感じでね、全国中のね、少年少女たちがね、テレビにかじりついてね、ドキドキしながらこの番組見てたんですよね。ザ・ベスト10という番組です。さあ、それでは、そのパタパタ表示板を見に今日は、京急川崎駅まで行ってみたいと思います。今、電車はこの八丁畷の駅を出て、これから京急川崎駅のホームに滑り込んでいこうというところになります。いや、川崎のビル群がね、見えてますね。さあ、今、京急川崎駅に入っていきましたよ。パタパタ表示板はあるんでしょうか？ちょっとね、ドキドキしますね。さあ、着きました。はい、こちらですよ。今ね、上りのね、ホームにいますよ。青吐息7時に29分ってね、書いてあります。この表示板、ハングルも出なければね、中国語も英語も出ません。そろそろ動くんでしょうか？ああ、動き始めました。7時32分発品川行き、そして36分発急行羽田空港行き、39分発は特急品川行き。パタ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 っとね、レトロ感がありますね。これいいじゃないですか。このパタパタ表示板。正式名称はフラップ式発車案内装置と言います。さあ、今度は見る角度を変えて、このね、階段の上の方からね、見てみます。品川行き、羽田空港行き。あ、今電車が来たんですね、品川行き。さあ、表示終わるまでね、何秒かかるんでしょうかね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13秒。LED 表示板ならね、一瞬ですけどね、こちらは13秒かかります。さあ、今度は下り線のホームに移動してまいりました。今、普通、浦賀行きがホームに滑り込んできております。さあ、こちらの表示板。あ、浦賀行きはね、先発ではなくて自発なんですね。その前にね、37分発の特急久里浜行きが出ていきますよ。さあ、サイレンが鳴って、浦賀行きはね、こうやってね、ドアを開けたまま特急がね、発車するのを待っております。さあ、特急が発車しました。こちらの特急がホームを出終わる頃に、はい、動き始めました。
さあ次は今4番線で待っている浦賀行き普通39分発、そしてその次は急行の金沢八景行きですね。はい、その次は特急三崎口駅48分発ということで、パタ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 とレトロ感がいいじゃないですか。はい、今度はこちら普通浦賀行きがドアが閉まりました。さあ発車しました。この列車がホームを出ていく頃、次の表示に変わります。はい、変わりますよ。急行逗子葉山駅、そして特急三崎口行き、一番下の表示も変わります。さあこんな感じでね、このパタ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 動くこの表示板、もうこれでね見納めですよ。もう見れなくなっちゃうんですね。時代の潮流に飲み込まれて、このパタパタ表示板もいよいよお別れです。いやー残念だな、ちょっと。でもしょうがないか、 LED 表示板の方がね、ハングルも英語もあるし。ということで今日は京急川崎駅に行ってきました。どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。